広島ガス電機、E 型電車は1925年に広島ガス電機が申請して在籍中の路面電車車両である。後年 E150 型と形式を改めている。現存する156は、車体は戦後に乗せ替えたものの、台車など一部の部品は申請当時のままであり、650型と同様に原爆にあった被爆電車である。 梅鉢鉄工所において151から160の軽重量が申請された。車番は落成当初より151から160であるが、形式称号は宮島線向きに申請された D 型電車に次ぐ E 型とされた。1939年に車番はそのままに形式称号を150型と改められた。百四十五年八月六日の広島市への 原子爆弾投下で、電車宮島駅に停泊していた157以外は、被災し、特に、広島駅近くにいた152と、上谷町近くにいた153号は全焼の被害を受けたが、1948年4月までに全車復旧された。1952年に152.153160を除く7両が、車体心臓により更新された。 更新前の車体は、横浜市の市電保存館に保存されている、横浜市電500型に似た一段加工窓を持つ、構成初期の典型スタイルであった。車体更新を受けなかった1 5 2 1 5 3百6 0は1965年に廃車。他の7両については、広島電鉄の営業運転に使われる単車としては、最後まで残存したが、1971年までに、 全車廃車された。最後まで運用された156.157は解体処分を免れて生態保存措置が取られた。156がエバシャコの庫内において保管され、157は市内の交通公園に展示保存されたが、157については1984年に市内線開業当時の車両を模したレプリカ車両である。 100系電車を申請するにあたって台車及び主要機器を供出し、車体は解体処分された。その後、広島電鉄が主催した電車内被爆者や女性乗務員の集う場で、150型をはじめ400、系450型などの戦時中多く活躍した反抗生誕者が話題となったことが契機となり、1987年に、 これら単車中唯一残存した156が奇跡的に復積して現在に至っている。復活にあたり、終電装置がビューゲルから Z パンタに変更されたほか、扉が自動扉化された。1987年の原爆の日を挟んだ8月3日から10日まで8号線で運用されたが、その後は車席を残しながらも営業運転には使用されず、 エワ車庫で保管されたままとなっていた。これは運行などに監督官庁の許可がいるためだとしている。2020年同年11月23日の広電の日2020に合わせて走行できるように整備し33年ぶりに本線走行が行われた。二軸車の車体復元車両は各地に存在するが、その多くは 明治時代から大正中期までの路面電車の標準的な形態であったオープンデッキ構造である。よって、車体が反抗性で扉のついた大正末期から昭和20年代頃のスタイルを止める自走可能な二軸車としては156が全国唯一のものとなった。車体の復元車ではなく昭和20年代頃の原型を止めていて目立った。 改造も行われず、営業運転に供することが可能な状態にあるに、軸車は全国的にも非常に珍しい。広島電鉄150系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。